あなるほど、チーム M としてそういうことか。皆さんゲットしてください、ゲットしてください、私たちの分まで。え、なんか変なことが聞こえた。全然気のせいか、うん、そんなこと言うわけないね。私たちの代わりにゲットしてくださいなんて言うわけない、言うわけないじゃないですか、うんうん、そんなことね、うん、皆さんね信じよう、まあ、同じチームの仲間やし、うん、そうですよ、うん、本当にほんま信じられへんカタカタ写真送ってください、それ送るんで、うんうん、会いましたよって LINE するんで、それ小さいほんまひどいほんま、うん、ちょっと眠たくなってきちゃった。あかす、イケチンやから、やっぱイケチン、すぐ言ってくる、イケチンって、イケチンマブーンイケチン、なんか人な人真面目に生きてたらやってられないですよ。レイちゃんに好きって伝えといてやって、自分で伝えたよめっちゃ 今やってんねやから。マングラ、何やったっけ、叫ぶもんですよね、玉屋の代わりに、うん、イーダーやね、で、うん、トーラフォー、トーラフォー、マングーズでいいんじゃん。それにしようかな。バレてきと。膝枕しますよ。腕枕がいい。ふうふうふう。ちょっとちゃんと喋ってよ。ちゃんと喋ってますよ、そんな。うん。それから個人と社員の舞台見じゃ見じゃでまして。うん。いらっしゃい。楽しんでください。そう、レイちゃんレイちゃんです。うんうんうん、上手しました。バリ猫じゃった。猫背猫背ちょっと猫背、一回しか踊ったことない、うん、ね、覚えにいい曲ですよね、うん、レイちゃんに美味しいって聞いといてって。美味しいよかった。まゆまゆまゆ、うまい。真面目にやってたらやってられないですから。なんか人生は長いですからね。なんか人生は冒険や。うんうん。慈悲の舞台のチケットも取ってくれて、あ、うん、2人とも取ってくれた？ね、もちろんですよね。うん、ちょっとどの席か教えてもらっていい番号。うん。D 席って書いて。E の24です。私は D でした。D と E、うん、差し入れ待ってんな。でもこの時代差し入れやっぱダメなんだよ。いつもね引き取ってんね。危ないからってやっぱダメなんだよ。面会も来てな。面会もこの時代はちょっと見に来いよ。見に来い。なんか余韻に浸りたいかなっていう。その見に来いよ。舞台のゆうちゃんも、うちらが邪魔したらダメかなって。うんですか。10月19と22、うん、あ、それ食べていいやつ。ダメです。お箸やんの、はい、お箸やんの。わ、嬉しい。れいこちゃん気になりすぎてツイッターの検索欄れいこちゃんだらけです。以上ですかね。嬉しい。なんかいつもティニーさんのなんかの時もっと気になってください。 M 公演じゃないですか。 M 公演かコンサートのリハか、うんうんうん、大変。こんないろいろあります。そう、後輩舐めてるんですよ、うん、そう、舐めてるわけないじゃないですか、うん、頭上がらないです、うん、足向けて寝れないです。すぐ上がったわ。今すぐ上がったわ。後輩ね、レイちゃんしか見てないんですけど、レイちゃんです。レイちゃんです。こいつらが舐めてます。そんな4期はめっちゃ羨まってます。羨まそんなよ。おー、うん、全然羨まってない。4期のことは特別です、うん、やっぱ、うんうん、先輩になればなるほど舐められるのが NMB です。あ、洗礼やったんや。そういうことやった。確かにないですよ。何歳差やったっけ。やって
れいちゃんとは22歳、23、今年23です、うん、あ、1個下のれいちゃん。そうなんですよ。びっくりですよね。びっくり、私も最近びっくりしました。最近だから3歳差と2歳差ですね。ですね。れいちゃんでも最近タメ口使ってくるから違うね、ほんまに。違うね。昨日もなんかメラメラで言ってたな。はい、うん、これは本当に言い訳をさせてください。似すぎるんです、ジェイちゃんに。似てない。なるほど。ほんまに、ほんま小島に話すみたいな感じでジェイさんにこの前そう話してしまって、へー、大慌てですよ。よかったよ。よかった。タメ口でいいよって言ってんのにね、一個に使ってくれないんですよ、うん、私結構後輩にも敬語使うぐらい人とちゃんと距離感を保つようにしてるのに。距離感ありすぎやろそれ。分厚い壁がね、分厚あるんですよ。分厚くて高い壁が。あんま良くないよ。やっぱ人見知りなんで、うん、でもちひさんにはめっちゃあまりにらんだりしちゃう。ちひちゃんの間違いで、うん、ほんまににらんできたし、歌めっちゃうまかったでって言ってくれたし。ほんまめっちゃうまかったでみたいな。リハはどうやねんって。そこはちゃんとあの弁解させてください。リハはちょっと不安そうやったじゃないですか、顔が、うん、不安そうでしたよね。知らんわ。ちょっと不安そうなことを袖で言ってたんですけど、うん、すごい上手でしたよっていうのを伝えたかったんですよ。見てほしかった、動画も出してた。吹奏楽やって大会、頑張れ、うん、頑張ってください。頑張れ。そういうのも今流行ってますよね、エフェクトみたいな。そうそう、うん、あれ何なんやろ、そんなやつ叩かれる、うん、かわいいよねあれ。遅い。うん、いいな、ご飯。れいちゃん甲子園とか見に行ったりするんですか。はい、行きますよ。誰が答えてるんですか。ちひさんとめっちゃ寒い日にあの野球がやってない日に甲子園行きました。私がちょっと暇やから行こうやって言って、はい、ね、ラーメンも食べたし。そうなんです、ちひさんのおごりで。喜びもおかしい。はい、そうなんです。めっちゃ寒かった。なんかめっちゃ風強い日でしたよね。めっちゃ風強かった。寒い日にはラーメンが一番ですね、うんうん、食べましたよね、あのみんなでお泊まりした時食べたラーメン。でも一瞬忘れてましたよ。思い出せなかった、うん、ラーメン食べたっけ。食べた食べた、あそこめっちゃ美味しかった、うん、美味しかったですね。ゲイナのインスタに載ってる、うん、うん、玉湯ラーメンって名前、すごい、もう一回来た、よく覚えてるな。またお泊まりしたいですね、うん、解散する前に、うん、あ、ほら、あ、一緒や。うーイエーイ。ようやく離れるもん。うわっ、ひどい、ひどい、今の、ひどい、切り取って炎上させてください。ひどい、炎上させてください。ひどい、チームじゃないなんてひどい。ひどい、一人だけいるやねんけど。あ、そうですね、みんなに言いついたりしてる。ひどい。なんでですか。ひどいです。理由を教えてください。やっぱりこう先輩先駆者として、はい、こう絵のを引っ張っていく、うわざとい引っ張っていく立場なんだなと、うん、しみじみ思いますね。はい、やっぱり絵のでもあのダンスとかを中心的に震えてる。
バランスとかを中心的に、うん、引っ張ってくださってたので、うん、妥当なのかなと、うん、はい、そして N と決まった時に超喜んでましたね、ちじさん、ね、喜んでましたね、ちじさん、飛び跳ねて、ね、すいません、なんでそんなにみんな覚えてるんですか、すっごい喜んでましたね、なんかみんなそこだけめっちゃ覚えてるめちゃめちゃケイトとユナにも言われた、こんな飛び跳ねるみたいな、えすぐ走っていきましたもんね、川口チームメイチームメイト、原チームメイのことなんか見向きもせずれいちゃん、うついやって、うついで思い出がうついやって何のですか、私のチーズなんか今思い出話しましたっけ、うん、なんで N なのかみたいな、ああそういうことです、うん、分析がね、分析がね、うん、うん、あ、切り取ってください、そう、切り取って編集して、あかんよこれ、 SNS に上げてください、お金取るからねやばいいくらですか、100万、高っ、100万、それはびっくり、お金取るからね2回言うた2回言うた、うん、まこちの初日の話聞きたいって、どうどうん？まだ出てはないけど今からなんですけど、想像でってことですか、どうやった、リハどうやった、リハがむしゃらに、はい、うん、でもなんかあれじゃないですか、まこちってすごいクールなイメージがあるんで、うん、全然よ、え、本当ですか、うん、いや、それちひさんの前だけですよね、はい、あ、まあそうか、確かにクールキャラやな、そうですね、うん、なんかテンションがずっと同じな感じのイメージがあるから、うんうん、普段見れないまこちが見れるんじゃないですかね、なんか全部映ってんねんけど、こっちに終わらん、サクパンも初日だった、うん、そうです、サクちゃんも必死ですよ、もうみんな、そう、一生懸命してます、えらい、みんなえらい、またいで、そうですよ、うん、M は意外となんか音の取る方とかむずいですからね、うん、あ、そうなんよ、はい、多分むずいと思います、うん、なんか細かい気がします、うん、N よりもむずい、 N とはまた違った難しさですかね、確かに、うん、しかもあの笑う曲が多いから、うんうん、あの考えてしまったらもう真顔になっちゃうじゃないですか、 N はまだ N は、ね、難しいけど、あの必死な顔しててもバレないんですよ、れいちゃんのでもすごいところは、はい、めちゃめちゃ間違っててもめっちゃ笑顔なとこやめてくださいよ、れいさんって突拍子もなく間違えることありますよねやめてよ、後ろで見ててさ、はい、特に間違えるのが、はい、曲名言っていいかな、あの、はい、夏の催眠術とゼロサム太陽、ゼロサムのアウトロめっちゃ間違えますよね、え、ほんまですか、え、最近ですか、いや、最近は、あれですよ、前ですよね、うん、去年とかですよね、いや、今年よ、今年ほんま、え、全然聞いて、え、どこですか、これですか、これに入ってるとかですか、あ、で、ちいさん、それもいる、やってますよね、こうやってしてる、アウトロ笑いながら下ろした、オークワーの後、移動するとき一人しかも、真ん中でやってますよね、ちいさんもやって、あれマジですよ、あれは今日みんな間違ってほしい。やばい。逆にでも揃ってるように見えます。じゃあ、アウトロじゃないね。あの、はい、レイちゃんとケイトはサビで間違えるんですよ、いつも。あ、そうですね。サビで、うん、ケイトもですか。うん、ケイトも間違えてる。ケイトちゃんも確かに。意外と。確かに。なんかダンスできないんで、うん、もうどんだけ練習しても。間違えちゃうものなの、間違えちゃうんですよ。私も。ちひさんも堂々とセンターの前横切ってったやん。いつだっけそれ。ハイテンション。終わった。こうやってさ、目もちょっと。ちょっと映ってたし。目めっちゃあった。難しい。ほら。あれはおろしろかったですね。やっぱなんか間違えたらその時怒られるけど。あとなんかおもろいね。
堂々とするのが大事ですよね、はい、すよ間違えて もう何も私が合ってますっていう顔を、うん、何かっていうした方が勝ちなんです、うんうん、本当にそういうことなんです。あ、もう私終わりますね。私も15分経ちました。じゃあ一斉 に, 斉に、はい、じゃあ名前を、はい、ちょっと待って、どこ、はい、せーの、13位千奈さん、12位海太郎さん、11位タムキョンさん、10位クリプーさん、9位アマタさん、8位ネハレムさん、7位バロックさん、6位キャンディーと川田さん、5位ズレズレさん、4位久保さん、3位紅はるかちゃん、2位アイカー、1位タカさん。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。またね。バイバイ。